おはよう。今日はこれからこのレンタカーを借りて1日ドイツを走ります。やっとミュンヘンの街から出てアウトバーンに出ました。なんかくる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 回っちゃいましたけど、今日はこれから、ロマンチック街道をちょっと走ります。ロマンチック街道はビュルツブルクからフッセンまで350キロぐらい続いてるんですけれども、その中の一部、ミュンヘンは入ってないので、ミュンヘンからアウグスブルクまで行って、そこからずっとローテンブルクに向かっていきます。それまでに一つ二つぐらいちょっと街を見て散策します。はい、ロマンチック街道進んでますけど、道も小さくなって、なんとなくどんどん雰囲気が出てきました。1500万年前に隕石が落ちて、クレーターとしてまん丸な穴が開いて、そこに町が作られました。感想は、この町の感想。あ、これ見たかったじゃん。私もう見に帰ってもいい。本当だよ。これから見るもの全部一緒でしょ。違う。あ、本当、うん、あ、あれは日時計、今9時35分。次はディンケルスビュールに行きます。通り抜けます。 You will arrive at your destination after 150 meters。あそこに住んでる人はかわいそうね。一番先でさっちゃん、うん、狭いね。なんかコーヒー屋さんに来たけど、すごいコンピューターで計算しながら。おいしそう。私コーヒー大好きだから、なんか注文しよう。びっくりした、こんなに真面目にやる。本当に買って帰る 500g フィルターコーヒーを。田舎の方が優しいね、みんな。うん、優しい優しい。ここでも飲んで帰ります。果たしてコスタリカタラーズを買いました。どれにしようかな。お昼ご飯の前のおやつ。びっくりした、こんな店があるのはびっくりしました。本当に社長さんはすごいコーヒー大好きね。コーヒー大好き、コーヒーのことが好きで。そう、感想、美味しい、美味しいね。本当に美味しい、本当のコーヒーね、うん、手作り、美味しい、すごい美味しい、うん、嬉しい。回る回る。ディンケンスビュール上から見たらこんな感じ。おいしいコーヒーも飲んで、街もかわいいし、天気もいいし、最高。
どうですか？柔らかい？美味しそうな顔だ。もう顔で分かった。これもすごい美味しい。変わったソーセージ。どうでした？良かった。とても良かった。特にあのこのローテンブラー勝手に名前変えてローテンブルグ。でもイギリス人言ったらローテンブラー、タワーでしょ知らないエディンブルグはエディンブラーと言うでしょ。そしたらローテンブラー面白かったよ。美味しかった。それは、うん、その特にトルコ人のウェイターさんが選んで美味しかったトルコ人いっぱいどっかお店とかレストラン行くと必ずトルコ人に会うそうだったですあのフロントの人そうそうよかった、ね、でも優しい優しいそうそうそう自分の言葉で話せるのがいいそうそうそうちゃんと説明できる、うん、じゃあミュンヘンに帰ります。ここから2時間半帰ります。Let me see.